こんにちは。全力高速道路の上よりひろゆき Z です。今日は、九州自動車道を、本州の方に向けて出発しています。途中ですね、メカリパーキングエリアとですね、紹介しつつ新下関駅で、新幹線などを取れればと思っています。こんな感じでですね、ちょっと高速道路を走りますんで、暇であればお付き合いください。九州自動車道のですね、小倉東インターというところを今山口方面に向かって進んでいます。皆さん車飛ばしてますね。いつもはですね、鉄道動画を撮ってるんですけど、たまには撮影に行くまでの様子なども撮れたらと思いまして、固定カメラで、ただ車の中で喋ってるだけなんですけど、お付き合いください。撮影もそうなんですけど、安全運転で行きますんで、カメラが途中でずれることもあるかもしれませんけど、ご了承ください。ひろゆき Z です。今速度規制がないので、100キロまで出していいので、今100キロで、進んでおります。車のですね、レーダークルーズという機能がついてますので、そちらを使っても固定して、進んでいますので、もう、100キロからブレることは、少々ないとは思います。今80キロ規制になりましたね。ここからなんで80まで落としたいと思います。路肩の方が規制になってるんですね。ここだから50キロ規制になってます。16キロ先にあるはメカリパーキングエリアによって、そちらのパーキングエリアの様子などを撮影できたらと思っています。ただこの高速道路を走るだけなんで、あんまり面白くない動画なんですけど、カメラでこう見ると速く見えるんですかね、速度っていうのは。こうやって撮影するのは初めてなので、あまりよく分かんないんですけど、2キロ先にですね、岸パーキングというのがあります。ちょっとお茶休憩できるくらいの、場所だと思うんですけど、場所なんですけど、あまり僕が寄ることは、よっぽどお手洗いとかが迫ってない限りはないですね。この区間もですね、九州の大雨の時はですね、土砂崩れ等でですね、長らく通行止めになってました。もう完全に復旧してですね、もう、いい状態というか、通常に戻りました。はい、速度規制がもうここで終わりかな。なので車線変更してちょっと進みたいと思います。トラックがね、ちょっと詰まってますね。もう今はそこトラックで隠れてるんですけど、パーキングエリアの入り口ですね。ほとんどトラックの方が止まってるっていうようなパーキングです。
今左手が、岸パーキングエリアです。マイクの位置は多分遠いと思うんでですね、声がちょっとちっちゃいかもしれませんけどね、まあすいません、走行音とかもちょっとうるさいと思いますので、そんなに立派な車に乗ってるわけじゃないので、多少のこう段差とかでの音を拾うかもしれませんけど、ご了承ください。4月からですね、ひろゆき Z、撮影をするのをまたちょっとどうしようかなといろいろ考えてまして、まあ2月3月はたくさん撮影したのでですね、4月はちょっと今日歯医者に行きましてですね、それから長らくバイクが入院してるんですけど、そちらのバイクの様子も見に行ってですね、まだ手つかずなんですけど、でそちらのバイク屋さんの方でパーカーをですねちょっと今日いただきましたんでですね、ちょっと後でお見せしたいと思います。すごい煽る車がいますね。本当困りますね、こんなんじゃ。今時刻はですね15時38分です。もうだいぶもう間もなく日も暮れてくるんですかね。もう4月の今日は、何日だ、もうだいぶ日が長くなってですね、鉄道撮影するのも7時ぐらいまでは明るく撮れたりするかなっていう感じでなんですけど、長い時間長時間撮影ができるなっていう時期になってきました。まあ、高速走ってたら特に話すことないですよね。困ったな、これメカリパーキングエリアに着いたら一度止めますけどね、カメラ。最近プチ旅シリーズっていうのを、出しまして、好評いただいてるかどうかは分かんないですけど、1日でちょっと2、3時間で行けるこの列車の旅っていうのをですね、動画で上げていきました。なんかもうえらい50キロ規制が多いですね。高速料金はちょっと半分にしてほしいですね、こんなんではね。はい、今から入るトンネルが門司トンネルです。長さが 270m。まもなくですね、門司インターですね、あと都市高速の乗り換えです。それでですね、ここでカメラがもうあったかくなったんで一旦ここで第2弾に続きます。ありがとうございました。まもなくカメラが自動で切れます。